ドーおーミスタードーナツ、はいココアちゃんいつもありがとう、ナイスポチですよって、頑張ってくださいって、ありがとうココアちゃん、こちらポンポンもありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう美穂ちゃん、はいってありがとうね、うん、ありがとうね、ナイスよろしくね、よろしくお願い申します、ありがとうございますね、ありがとうございますね、はいありがとうね、よかったねこれ食ったり大変ね、こっち味噌がついてないわよね、片っぽ味噌ついてるけど片っぽが少ないわよ、味噌がね、味噌がはけだれ、妖精さんかわいいよってありがとう、ポンポンさんこうありがとうございます、ありがとうね、うん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 、まあうん、ありがとうね、プリンちゃんありがとう、むっちゃんポンポンさんこうありがとう、うん、焼きまんじゅう美味しそうだって初コメさんありがとう、マドックさんから最後の手紙よろしかったらポンポン、ポンポンじゃない、ナイスお願いします、ナイスね、うん、食べ方かわいい笑う、うん、うん、うんうん、困った困ったよあんた、食いつかなくちゃあんた離れやしねえよ、私立たないとダメなのよ、うん、うんまげだなありがとう、うん、ありがとうね、弁当もありがとう、大さんポンポンさんこうありがとう、うん、夜は何作るのって、うん、ティンゴさんじゃないとわかんないよ、うん、ありがとうね、きなこもちさんね、うん、こばちゃん自分のお味噌使った食べ物すごい美味しいですねって、美味しいんですよこちら、うん、よしみちゃん、よせさんこんにちは、今プール行ってきました、ナイスしましたってありがとう、よしみちゃんありがとうございます、ナイスありがとうございます、ありがとう、イベント盛り上げたりさ、もっとナイス増えてどんどん押して皆さん無料なんだからってありがとうね、ありがとうありがとうね、イベント盛り上げ大社もっとナイス増えてどんどん押して皆様無料なんだからってありがとうございます、ポンポンさんこうありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、皆さんよろしかったらナイスよろしくお願いします、アルンちゃん美味しそうですね、ナイスポチってありがとうございます、ありがとう、よしみちゃんポンポンさんこうありがとうございます、ありがとう、みずひろさんナイスしましたってありがとうございます、アルンちゃん10倍ポンポンありがとう、こまちゃんナイス増えて増えていけってありがとうございます、まことちゃんポンポンさんこうありがとうございます、くろみちゃんポンポンさんこありがとうございます、ありがとうございますね、皆さんよろしかったらナイスナイスよろしくお願いしますね、よろしくね、こちら212名の閲覧の方よろしかったらナイスよろしく、あトッピちゃんありがとう、よせさんナイスしました、ありがとう、こうポンポンさんこありがとう、クロミちゃん、ごめん、ミロクちゃん、ごめんね、クロミちゃんって言ったよね、今ね、ミロクちゃん、ケビゴコ、ありがとうございます、ありがとうございます、イベント盛り上げた、ポンポンさんこ、ありがとう、こちら、イベント盛り上げた、10倍、ポンポン、ありがとう、コマちゃん、笑う、こちら、何、マイマイちゃん、ナイスしたよってありがとうございます、ポンポンもありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ジュリーちゃん、ヨセさんこんにちは、ナイス押しに来たよってありがとう、いつもありがとうございます、ジュワーイポンポンありがとうございます、ジュリーちゃんありがとう、
コマちゃん、パチパチって、ありがとうございます。皆さん、ナイス、ナイス。よろしくお願いしますね。なんか、ナイス、ナイスよ、ナイスよ、ね。イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。あ、トンちゃん、お体大事にしてください。ありがとう、トンちゃん。初コメさん、よろしかったら、ナイス、よろしく、お願いいたします。ありがとう。こちら、10倍、ポンポン、ありがとうございます。ありがとう、トンちゃん。煮物さん、薬飲んでね。あ、薬飲んだよ、さっき。飲んだよ。うん、ありがとう。ありがとうね、ポンポン、ありがとう、教えてもらってね。あ、ポンポンさん、こう、ありがとう。煮物さん、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、皆さん、うん。ありがとうね。よろしかったら、ナイス、ナイス。よろしく、お願いいたします。よろしくね。こちら、ミロクちゃん、風船6個、ありがとうございます。ありがとうございますね。ミホちゃん、焼きそば、シンゴが食べたのかなって、そうよ。シンゴ食べたわよ。うん、ニンニン、いい兄ちゃん、昔から片付けるのって、今から片付けるのって、うん、片付けしないわよ、まだ。うん、もう疲れちゃうよ、うん。ありがとう。ありがとう。レイちゃん、まんじゅう、じいさん、食べるんかさって、うん。うん、これ食えねえんじゃない、腹三本じゃ。ねえ、ふーちゃん、ドーナツやったらナイス増えたよって。本当、うん、本当、うん、今少し増えるかしら、どうかしら。やる、ありがとう、うん、ありがとうね。皆さん、少しでもいいですか。ナイス、よろしくお願いします。ありがとうね、ありがとうね。ナイスが増えるぞ、おミスタードーナツ。はい、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 ナイスが増えてるかな、おミスタードーナツ。はい、増えてるかい、増えてました。あ、こちらイベント盛り上げ隊さん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうございますね。ポンポンさん、こう、キャッツさん、ポンポンさん、こう、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。あげてけい、あげてけい、あせきけのケーキをあげてけ、あげてけっつけど下がっちゃうんだよね。うちどうしたんかしら、みんな具合悪くなっちゃってさ、下がっちゃうわよね。こまちゃん、わら、キャッツさん、ナイスをしましたって、ありがとうございます、ありがとうございます。レイちゃん、わら、わらうってね、ありがとう、うん、ありがとうね。皆さん、よろしくね。あげてけいってね、いや、うん、いくら、うん、あ、少子税いらね、なんとか廃止、うん、なんだっけ、赤血球のケーキあげてけい、あげてけい、あげてけ、あげてけ、あげてけ、皆さん、ナイスをくださいよ。皆さん、ナイス、よろしくね。よろしく、ナイス、ありがとう。秘密のプラセンター様、KP&KP、あ、KP&KP、あ、ワインで KP、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。こちら、イベント盛り上げた、ポンポンさん、こう、ありがとう。コマちゃん笑う、ジョリーちゃん笑うってね、リーちゃん上がってるよって、ほんと上がってる、ほんと、え、ほんとだ、上がったね、上がったよ。え、いくつ、
200何?82?82 か300まで行けばいいけどな。いがねやな、そんなに無理よな。皆さんに無理よ。ね、ありがとう。ありがとうね。どういだけルールは、りーちゃん。あるるるる。るるるる。ナイスを押してくれ。押したら消さないで。ね。ナイスが、だね。ちょっとだね。よろしく、よろしくお願いします。あるあるるる。あるあるるる。ってね。ナイスを押してくれ。押したら消さないで。ね。ナイスが、だね。ちょっとだね。だね。ぜひぜひ、ナイス、よろしくお願いします。よろしくね。ありがとうございます。ありがとう。こまちゃん懐かしい。ジュリちゃんかわいい。レイちゃんかわいい。ゆいちゃんこんにちは。あすこめ。ありがとう。あすこめさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。ありがとう。あみみ、みみちゅうきゅうちゃん、よせいさん、頭も本当は若いよね。ありがとう。ありがとう。あすこめさん、よろしかったらナイス、よろしくね。ミミッキちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ミミッキちゃんじゃねえやな。ミミツキ、キューちゃん、ありがとう。ありがとう。ね、ありがとうね。ももちゃん、面白いと押すかもしれない。みんな、そうなんだよね。面白くしなくちゃダメよね。ともちさん、じわじわ増えてますよ。そうですか。ありがとうございます。イベント盛り上げ大使さん、10倍ポンポン、ありがとう。イベント盛り上げ大使さん、ポンポンに、さんこありがとう。ああ、さわやかちゃん、ちんごいるかしら。いるわよ、うん。部屋にいるわよ。うん。もう部屋行っちゃったわよ。おまんじゅう食って。ね。うん。ちんごいるよ。ね。どうしようもないね。私がね、焼き鳥買ってきてくれーって言ったら忘れてね。まんじゅうしか買ってこないのよ。ね。みーまちゃん、あいはらさん、入院、日かでなら、入院日は。ほとんど取られないからもう。そうなんですか。みまちゃん、ありがとう。そうなん、うん、ありがとう。ありがとうね。うん、ありがとう、みまちゃん。ともちさん、ももさん、いらっしゃいってね。ああ、昨日は来られないから、みんな心配してたって。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ももさん、あ、そうか。ただ押してくださいと。かではダメだと思うよ私はって。そうなの、何みかんちゃん、ももさんは私知らなかった、うん、そうなの、みかんちゃん本当、うん、え、お口の周りあんこがついてるよって。ありがとう。みみきゅうちゃん、焼きまんじゅうあんこ入りですか。違うのよ、甘味噌、甘味噌。みーまちゃん、ただ食事だ、また別かもしれない。そうなん、ありがとう。みーまちゃん、いろいろ教えてくれて。そうなん、ありがとう。みーまちゃん、ありがとう。うん、もうそうだよ。そうなん、みかんちゃんいないなっていつも思ってたよ。うん、そうなん、うん、ももちゃんありがとう。そうだよって。なに、サムネ変えちゃったん、変わっちゃったん、うん、あ、変わっちゃったん。さわやかちゃん、ももちゃん、みかんちゃん、ネズミのサムネ、うん、なくなったからどうしたのかなって。そうだよね、さわやかちゃんね、うん、ももちゃん、面白さ出ないとダメだと思うよって。そうなの。ジョーちゃん、こんにちは。頑張る姿良かったですよ。ありがとう、ありがとう。ジョーちゃん、たまちゃん、ばあさんナイス欲しいのかって。うん、たまちゃん、ナイス、欲しいよ。うちにもたまちゃんいるよ。欲しかったら、右手をあげろって。右手、右手ってさ、こっちだんべよ。欲しいよ、欲しいよ。たまちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。ありがとう、たまちゃん。
たまちゃんありがとうございます。押してくれたん。トーピちゃん医療費の負担は何？一重百千万。医療費の負担金は4万4千だよ。そうなの？ほなですもん。ほんと？うん。ありがとう。ありがとうね。タオルとか持ってくの？自分で。借りていいの？わかんないけど。ありがとう。4万4千。ほんと？うん。安いね。ありがとう。ありがとうね。うん、私もいろいろ心配があってね。大変なのよ。ありがとうね。うん、あら、増えたわね。あら、90になるわよ。あと1ナイス。290ね。ありがとう。ありがとうね。ありがとう、皆さん。ありがとう。あ、トッピちゃんもありがとうございます。ありがとう。知らないことばっかりでさ、どうしようもないよ、私もね。自分の頭おかしいのにさ。みーまちゃん、70以上。いかぜなら、食事代とおむつが使うなら、それだけですよ。え？うん、71でいかぜだよ、あの人。食事代とおむつとか使うならそれだけだ。そうなん。ありがとう。みーまちゃん、いろいろありがとう。ありがとうね、おさって。うん、嬉しいよ。ありがとう。71だよ。そう。70以上。うん、70以上だよ。トッピちゃん、食事代は別ね。そうなん。うん、そっか。さわやかちゃん。さあ、300ナイスするよ。あ、今日居酒屋で、揉めてイライラするよ。そうなん、うん、大変だったね、うん、イベント盛り上げ大佐ポンポン参考ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、うん、ありがとうね、うん、そうなん、ありがとう、うん、こちら、うん、何、なんだ、うん、焼きまんじゅうじゃねえよな。なんで焼きまんじゅうなの、私バカみたいね。ふわふわちゃん、よせいさんこんにちは。今度焼きまんじゅう食べてみたいと思いますって。そうですよね、うん、ありがとうね。美味しいですよ、うんうん、だからさ、心配だ。着替え、かわいい必要だから病院より、病ありますねって。そうなん、借りればいい、ほんと、うん、必要だがってね、必要だが、気がいい病院よりね、貸してくれるのありますね。そうですか、ありがとう、いろいろありがとう、みーまちゃんありがとうね。イベント盛り上げたいさポンポン参考ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、ありがとうね、皆さん、いろいろ、うん、ありがとう、ね、私も、うん、困ったな、どうする、明日で早く電話しねえと明日連絡できねえんだよ。でどうする、私、今日調子悪い、足が、うん、さらこちゃんナイスですよ、ありがとう、うん、じいちゃん休みましょうって、たわやかちゃん、もうで1週間早すぎるよ。そうですよ、さわやかちゃんね、お姉ちゃんさん、とりあえず休むの連絡取ればいいかなって。そうだよね、うん、私もそう思うんだよ、うん、いいかなってね、うん、私も大人だよ、うん、ね、うん、まあね、天気はいいよ、曇り晴れ、行きたいけどね、ちょっとうちが大変だからね今ね、うん、そうだね、うん、連絡取れなくなっちゃうもんね、遅くなるとね。そうだね、うん、じゃあどう、
大田が大事なのがきっと残念だけど相原の方が大事なもんねってね、さわやかちゃんね、うん、ね、どうなるんだかね、ね、困ったね、本当ね、参るね、うちにめったいろんなことあってね、七種のイベント盛り上げたりさ、こちらポンポンさんこうありがとう、たらこちゃん、相原さん心配ですね、ありがとうございます、ありがとう。でーちゃん17時、職員帰るからね。え？ほんと？よく知ってるね。5時に帰る。ああ今送ってるよ、みんなを。私いつも行けばね、ここにね、4時30分に着くのよ。ああここにね。そうなん。今電話する？5時まで。ほんと？するか、じゃあ。今回は一回ね、大変だもんね、私もね、本当だよな、そっか、なにこれ一応切った方がいい、切らなくていい、どうする、電話した方がいいねってそう、明日つながんない時あるんで、するかんじゃあ、ありがとう、本当は行きたいけどさ、私ね、天気もいいしさ、雨降らないし、ね、ありがとう、イベントさん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとう、つけっぱれでいいこれ、大丈夫、つけっぱなしでいい、電話して、ありがとう、ちょっと待ってね、開いて、大丈夫かい、ここで、困ったな。いやー困ったな、どうしたらいいんだろう、困ったよ、ありがとうね、あれどこへ電話の番号どこ行ったか分かんなくなっちゃったよ、困ったな、あー困った、終わったね、ちょっと待ってね、いろいろ大変だな、私もうち気も大変でごめん、ありんすよ、ありんす、ちょっと待ってね、困ったね、困ったよ、ねえこっちこれをやってくんね、電話する、デイに電話するんで休むって押してくんね、今いるから、だから取るからよ、どこにあの携帯、俺も行きたいけどさ、ちょっとさ、私の調子悪いんだよ、Thank you.
じゃあ、
赤文字になっちゃった。困ったな。赤文字。赤文字になっちゃったよ。ちょっと待ってね。よっこいせーと。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。よっしゃーって、ありがとう。電話したよ。ありがとう。やっぱり職員いたよ。ありがとうね、みんな。明日電話したんじゃ繋がんないからね。困るんだよ、私も。ね。ありがとう。ありがとう。さ、皆さんにお聞きしたいんだけどさ、今ね、よしえラブちゃん。で、特定されてるよって、ありがとう。朝は職員少ない、バタバタしてるからね。そうなんですか、ありがとう。妖精さんは今明日の日勤休みたいですよって、そう。秋、そうだよね。秋ママさん、ポンポンさん、こうありがとう。初米って、ありがとう。初米さん、よろしかったら、ナイス、よろしくお願いいたします。ちょっとお聞きしたいんですけどね、ほらさっきさ、なんだっけ、ほら70過ぎてさ、なんだっけ、非課税の人はなんかあれだよね、あれ入院費が安いって言った、あのお話聞かせてくれない？誰か知ってる人、申し訳ないけど、キラちゃん10倍ポンポン、ありがとう。青井さん、10倍ポンポン、ありがとう。何が聞きたいってね。ユニフォーム電話したんだね。そうです。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうね。エマちゃん、わーって。ユイちゃん、ポンポン参考、ありがとうございます。ありがとう。ラブちゃん、ね、ありがとう。さっき、言う。教えてくれた、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、皆さん知ってる方を教えてくださいね。非課税でさ、70歳以上入院が、4万4千円って言ったけど、教えてもらえる、教えてもらえる、さっき聞いたんですけどね、ね、教えてもらえる、教えてくれる、いろいろ私も大変なんでさ、教えてもらえる、困ったな、入院のことわかる、よいちゃんポンポンありがとう、わーんって、水色さん高額医療のこと、そうです、はい、なんかね、非課税で70歳以上は安いって限度額かな、そうです、ユンポちゃん、そう、なんかね、
お姉ちゃんさん、そういうのあるんだってね。アングルちゃん、ナイスって、どうぞって、ありがとう、ありがとう。ジューボさん、ヨセさん、こんにちは。おじいさん入院する、そうだよ、うん、そう、うん、お疲れ様、ありがとう、プーさん。私も初めてのことだから、いろいろね考えるよ、うん、高額医療制度、市役所の保健課で教えてくれるよ、そうなん、うん、あ、そう、うん、高額医療、うん、本当、うん、ありがとう、保険か、ありがとう。すみさん、役所に行きしたら詳しく教えてくれますよ。そうですか。あみちゃん、ずっと入院なの、おじいさんってね。うん、わかんない、まだ。うん、あ、としきちゃん、ありがとう。なんか、お星様がいっぱい。ね。私もわかんないからさ、ね。自分もこんな体だしさ、どうしようもないじゃないね。あのさ、なんか70歳以上でね、あの非課税の人ってなんかうんと安いんだって言うよ、入院が。うん、聞いたんだけどさ、どう言うんだろうね。役場で聞いた方がいい。みんなの世帯だから、税金払ってないなら非課税ですね。そうです、相原さんはね、うちは払ってるよ、だから別個でしょね、ゆんぽちゃん。そうだよね、相原は非課税、私は払ってるよ。高額医療費ネットを見たら載ってるけど、こんなお年寄りが見て理解できるか難しいよ。そうなん、ポンポンちゃん、ごめん、イベント盛り上げたい。ポンポンさん、こう、ありがとう。パンパンちゃん、病院でも聞けるよ、限度額申請って。そうなん、うん、なんかさ、あれだよね、あれ、分かんなくなっちゃったよ。さっき教えてもらったんだけどさ、非課税で70歳以上だと4万4千って言ったね、入院費が4万4千。うん、ほいでね、食事代は別って言ってた。うん、病院で聞けるよ、限度額申請って。そうそう、ゆんぽちゃん、そうそう、安いよって。そうなん、うん、あ、なんかさ、入院なんか4万4千って言った、うん、それくらいだよ。本当、ゆんぽちゃん、入院が、うん、ほんでさ、入院して4万4千で、うん、ほいで食事代を払うって言ってた。そう、食事代は別だねって。そうだよね、りーちゃん、役場の町民課に相談しな。そうなん、町民課、うん、ありがとう、うん、なんか4万4千ってやって入院、うん、ほいでさ、こないだね、あの、なんだっけ、あ、健太さん、よせさん、こんにちは、ポンポンさん、こう、ありがとう。あのね、この間さ、泊まってきたんだよね、一回ね、あの、一日ね、一日入院したでしょ。そうしたらね、一日入院したらね、2万いくらだって。そういうのはどうすんの、2万するわけないよね、非課税でさ、非課税でさ、あれでしょ、1日泊まっただけで2万いくらだって。そういうの返ってくるの、聞けば返ってくるん。え、それ分かんないのよ、うん、役場に聞けばいいんか、非課税でさね、帰って、え、何、帰ってきますよ。そうですか、うん、本当、水色ちゃん、うん、役場に言えばいい、役場に相談すれば大丈夫だよって。そうなん、うん、イベントさん、こちら、あ、ポンポンさん、こう、ありがとう。検査もしてる、2万はね、あ、そうか、検査やってるから金取られるってこと。そうなん、うん、泊まって2万いくらって言った、うん、そう、
礼に行って職員の人に聞けよ、まだ回るんかだって。さわやかちゃん、チンゴのこともついでにまるまる相談したらいいよって。そうなん、困ったね。私も困ることばっかりだよね。どうしていいかわかんないよ。うん、知恵門さん、妖精さん、こんにちはって、ありがとう、ありがとうね。困ったね、自分も体悪いしね。明日行きたいんだよね、日本とはね。雨降らないしさ、あれでしょ、25度でしょ、おいで曇り晴れでしょ、行きたいよ私ね。でもうちがこんな中でさ、行けないじゃんね。困ったね、調子悪いもんね。今電話したんだけどね、困ったね。そりゃそうだよねってね。ね、お姉ちゃんさん、ヨンポちゃん、食費も100円ちょっとかな、一食や、役場に申請しに行かないと安くならないかなって。そっか、役場にあれか、あの申請しないと安くならないんか。ジュリーちゃん、生活保護ってね。パンパンさん、入院病院、入院の病院に聞いてみて、明日限度額申請で安くなりますかと。私も家族入院してやったよ。そうなん、うん、そうなん、うん、いや限度額申請ってね。うなぎ猫ちゃん、高額医療制度は1ヶ月単位で計算だし、非課税者はどんな手術しても検査しても入院しても1ヶ月に4万もかからないよ。本当、うなぎ猫ちゃん、本当、ちょっと待ってね。非課税者はどんな手術しても検査しても入院しても1ヶ月4万もかからない。本当、本当、1ヶ月4万でかかんねん、本当。あ、みーまちゃん来てくれた。みーまちゃん、申請は輸送で来ると良いですがって。そうなの、申請は何、申請は輸送でできると良いですがって。それ役場へ聞こう、役場、そうなの、申請しないとダメなの。こないだね、みーまちゃん一日泊まったんだって、皆野病院に。そうしたら2万いくらだったんだって、2万も取られたんだって。ゆいゆいちゃん、役場だよって。そうなの、うらさん、メガホンありがとう、ね、配信なんて切って、今病院に聞けばいいだろう、病人より配信か、ゆいちゃん、ポンポンありがとうございます。みーまちゃん役場ですよ。そうなの、申請すればいいの、2万くらいはかかるんじゃないかなって。ヨーダちゃん、アイガラさん、ケースワーク言ってないのって。ケースワーカー、わかんない、ケースワーカーって。デイちゃん、入院、病院に何、入院するときは何、ごめん、あ、マイナンバーカードを出せば申請いらない場合もある。そうなん、ありがとう、みーまちゃん、そうなん、ありがとう、難しいね。でじゃあ、病院に入院するとき標準負担限度額少々出すと安くなるみたいだって。そうなん、金前さんなんか20万かかってたしってね。そうなん、ポンポンちゃん、参考、ポンポン、ありがとう、レモンドさん、ありがとう。ジュリーちゃん、最初役場に電話して、聞くといいよ。そうだよね。そう、役場が一番だよな。ポンポン、イベントさん、ポンポン参考、ありがとう、ありがとう。デイちゃん、負担額認定、役場で申請する、もらえるみたいだ。標準負担額、
弦楽役場で申請する。申請するの難しいな。私には分かんねえよ。イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう。イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう。みーまちゃん、窓口は役場ですねって。そう、そうだよね。水野さん、マイナンバーありますか？持ってるよ、あの人は。うん、あると思う。うん、あるよ。ピークちゃん、配信切って役場に電話したらいいんじゃないですか。そうですね、もう役場やってないよ。5時まででしょ、13、14、15時。ああ、そうか、今少しか。うん、そうね、うなぎ猫さん、限度額のお金を後からもう、戻ってくるの。そうなの、役場引かでーって、引かで証明、取れるかな。取れるかなね。そうね、非課税だよ、あの人。うん、レイちゃん、窓口に行けばどうすればいいか、聞け、大丈夫だよ。そうなん。ジェイモンさん、限度額認定証来るので病院の会計に出せば、母の時だ出したからって。そうなん、限度額、その限度額っていうのは役場でもらう、役場で。うなぎ猫さん、とにかく市役所の健康保険課に限度額認定書について聞いてって。そうなん、そっか。ゆんぽちゃん、役場に行ったらすぐ限度額の保険証みたいなものくれますよ。そうなん、ありがとう、ありがとう。で、役場の人にさ、来てもらって、私行けないからさ、ね、来てもらってさ、そうだね、イベント盛り上げたいさ、今聞けばって、バカかなと。カッパちゃん、もう終わりだ、猫の国ってね、ね、役場で窓口行けないと、役場の電話でって言ってくれる。そうだよね、いけないもんね。信号動いてくれそうだってね。うなぎ猫さ、市役所に行かなくても電話すれば限度額申請、あ、送ってくれる。ありがとうございます、ありがとう。そうなん、電話すれば限度額申請、送ってくれます。そうなん、ありがとう。限度額申請って言うんですね。ありがとう、書いとくかな、忘れちゃうよ。限度額申請、ちょっと待ってね、書いとかないと私分かんなくなっちゃう。もう頭使えないのよ。限度額申請、ありがとうね、書いとくね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと分かんなくなっちゃった。ありがとうね、急いです、手続きでないからゆっくりで大丈夫だ。そうだよね、みーまちゃんね、ほんとね、急いでする手続きでないから、ありがとう。そうだよね、ありがとうね、みーまちゃん、はーいって。みーまちゃん、あのさ、こないだ泊まったんだって、一晩、病院にね。そうしたらね、一日で2万いくら取られたんだって。
あれはどうなの、ああいうのは。うん、限度額申請って持ってないからそうなのかな、その辺が分かんない。帰ってくると思いますよ。そうなん、うん、限度額のを見せれば。そうなん、ありがとう。まず申請書市役所から送ってもらう。届いたら記入して市役所へ送る。送る、うん、限度額病床が来る。それを入院の時に病院に出す。そうなん、ありがとう、ありがとうね、うなぎ猫ちゃん、ありがとう、ありがとう。ゆりちゃん、あやらさんの年金番号とかわかるの、うん、本人がね持ってるからそれわかる。うん、アピアちゃん、同じ病気なら返金してくれますよ。そうなん、ありがとう、ピアちゃん、うん、ありがとうね、うん、こないだの返金してくれるってこと、ありがとう。役場に話したら申請してそれをってね、ありがとう、みーまちゃん、うん、初めてのことで私何にも分かんないのよ。イベント盛り上げたポンポンさん、こう、ありがとう。まだ電話間に合うよ。いや、今日はいいわ、うん、明日でいいわ。ちーぼちゃん、おじいさん、いつから入院するか決まってるの？まだ決まってない、うん、ピアちゃん、相原さん、入院したのってまだだよ、うん、ピコちゃん、相原さん、何の病気なのって、うん、おちことうんこが出ないんだよ、うん、そう、管つるってる、うん、つるってもね、痛いんだって、うん、収まる時もあるけど、うんこも出ないんだって、うん、お姉さんさん、明日慎吾が役場に行くか、あーないと思うよって、うん、行かないと思うね、うん、そうよね、わかるよ、それは、うん、そうね、うん、私もわかるけど、うん、だってさ、ね、うん、私にね、スーパーで買ってきてって言ったら饅頭しか買ってこねえじゃん、ね、うなぎ猫ちゃん、限度額認定書を病院に提出しておけば病院の時に生産する時安いですよ。そうなんだ、うん、それ役場から送ってもらってね、それを退院する時出すのね。そうなん、うなぎ猫ちゃん、ありがとう、ありがとう。おまんちゅうさん、慎吾さん対応してくれるといいですね。しないと思います、あの子は、うん、ね。こちらイベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね。さわかちゃん、ちんご今カラオケ配信見てるから、どこ吹く風だろうって。そうなの、カラオケ配信見てるの、うん、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こう、ありがとう。カッパちゃん、うんこと小便ちゃんと出ないのって。そうだよ、エッチさん、慎吾さん、会社あ適正ないんですよねって。そう、うなぎ猫ちゃん、退院の時でなく入院する時に出してくださいって。ありがとうございます、ありがとうございますね。こちらイベント盛り上げたいです。10倍ポンポン、ありがとう。美穂ちゃん、よせさん、役場に行けないもんね。そうなのよ、ピアちゃん、よせさん、歩けないなら慎吾さんが病院に行ってやらないとねって。そっか、え、誰かいないとダメなんだ。そうだよね、介護される人間が面倒を見てますね、おかしいですねって。 D ちゃん、そうよね、うん、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ピアちゃん、病院に出しに行くんだよって。病院出しに行くんだよって。え、なおちゃん、こんにちは、あずこめって、ありがとう。入院するとき出せばいいんでしょ、その限度額申請っていうの、役場からもらってね。うん、なおちゃん、ありがとう。
よろしかったらナイスよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうね、なおちゃんこんにちは、あずこめありがとうございます。あずこめさんよろしかったらナイスよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、入院してきたら遅れて出してもってそうなん、うん、あれ、うん、あ、なおちゃんありがとう。よせいさんナイスしました。ありがとう。10倍ポンポンありがとう。なおちゃんいつもありがとう。ありがとうね。にげちゃんポンポンさんこうありがとう。ピアちゃん入院したら病院に出しに行くの、妖精さんは行けないから慎吾さんに行ってもらわないとって、え、さゆさゆちゃんポンポンさんこうありがとう。みまちゃん次の日とか退院ならあれですがってね、そうなん、うん、次の日とか退院ならあれですが、あ、早く出すってことね、うん、うん、そうなの、なんかわかんねえな、ね、イベント盛り上げたいさ、ポンポン10倍ありがとう。リーちゃん手術にでもなれば入院も長引くしね、そうですね、病院に輸送しても良いのでは、電話してからって、そうなんですか。みーまちゃんありがとうございます。ありがとう。難しいね、私全然わかんないよ、困ったなね。日が落ちてきたよって、そうね、さわやかちゃん、みどれちゃん焼きまんじゅう食べてしまいましたかって、まだあるわよ、あるわよ、うん、つけるわよ。みーまちゃんタクシーとか、もったいないからね、そうですね、タクシーもったいないよね、みーまちゃんね、うん、そういう場合は、うん、りーちゃんめったこんなことばっかり起きるね、参るよ参るよね。かっぱちゃん道場が不思議なほどわかないなね、まずは申請手続きの電話してみてって、そうだね、ピアちゃんね、そう役場にね、ご飯ご飯何言ってよ、困ったな、ご飯のこともう言ってる、だからまんじゅう食うか言って食えねべ、いいよまんじゅうでも、あ、まんじゅうでもいいよ、待っては食えねえと思うよ、あ、そっちは焼きまんじゅう、ちょっと待ってね、あ、恐ろしいな、私ばっかりよ、なんでもさ、ひでえでこれじゃ、ちょっと待ってよまんじゅう、そこに袋入ってるけどでかくて取らなきゃ、切らなきゃ食えねえと思うよ、これ、うん、焼きまんじゅうだよ、ちょっと待ってよ、片付けもんばっかりじゃん私、ああこれじゃ私面倒見てもらう立場が楽になっちゃってるこれ、ああ言えなきゃあれないな、あの五目のご飯あるね、前ばかりさんにもらった、あれはうまくねえや、ちょっと出ないで少しで、な、何まんじゅう食うって言わなかった今、食うかな、ああ、食うからって私困るよ、めっちゃ私に言われちゃう、やるのやるの、大事だからさ、だって乗せなくちゃでしょ、皿に今皿に乗せるからさ、私めっちゃ困らせないよ、私だって大事なんだからさ、いいのに使ってるんじゃん、みんな私が一番かわいそうだと思うけど、なんか私ももうダメになってきたから、もう何にもしないんだもん、二人ともひどいよ、みんな私でもこんなまんじゅう食えるんかい、あんたにちょっと待ってよね、これひん抜いてやるからカチカチになる、こんなん食えねえよ、あんたに食えるかい、
ちょっと乗っけるから待っててよ。ああ、ほとだ。疲れた。これ食っちゃう、一つね。うん。さくちゃん、そうだよね。歯が折れるって、ほんとね。うわーってね。ちょっと待ってね。一つだけ食っちゃうから。腹減ったってんだよ。ね。すごいね。うん。ね、うん。なんかみたいでしょ。うん。わかる。うん。マリンちゃん、メガホン、タツコメ、ありがとう。メガホン、ありがとう。うん。タツコメさん、よろしかったらナイス、よろしくね。うん。うん。うん、ベント盛り上げさんポンポンありがとう。ねおりんちゃん浅くなってきた。もうピアちゃん自分だけ食べるのおかゆとか作ったあってね、うん、そうか、うん、おかゆ、うん、そうだね、うん、これ食っちゃってさおじいさん乗せてやろうと思ってこの皿にだから食ってるんだよ。増えるんかい、うんね、自分だけ食ってんじゃねえで皿開けてるわかる。これ食えるかさ、歯がもげちゃうんじゃねえんだい。大丈夫かね、切らなくて大丈夫かさ。お2個、いや3個次や、4個あるんだよ。4個食えねえ、ちょっと待ってね。入れ物がねえな、これでいいか。もうどうしようもねえや、入れ物も何もなくってよ、うん、これ 切ってやるか。切らなくていいよ、口で入ってるから歯がもげねえようにした方がいいで。わみんな、何フォーク？あ、フォークでいいよ。俺が食ったやつだけどいい。あ、おことだ。はいよ。はい、どうぞ。硬いよ。お？何？見えるよ。お、俺がだから持っていけばいいんだね、そこまで。あ、硬いで平気？あとは海苔があるわ、ここにご飯だら、海苔とキムチか、あとはそうだな、うん、海苔とキムチか、うん、あだいな参ったなこりゃ私も参るよあんたねえ、参るよね。どうになんですかって、そう、うん、そう、うんちとね、うんちとしょんべんが出ないんだってね、大変よ私、ニコタ、ヨシエさん大変なのにってね、そう、自分が用事じゃないよ、うん、おじいちゃんおとなしいなって、そうよタクちゃん、ビーちゃん、ヨシエさん口についてるよって、そう、ありがとう。水、水分、
足りないんだって。そうだね、みーまちゃんね、デッドスルーさん、愛原移りたくないんだって、弱っちゃまったってね。そうよ、焼きまんじゅう、慎吾さん買ってきたのかな、おじいさんが折れるかもね、折れるよ。全部歯がなくなると思うよ。焼けばんじゃあ、戦後、うんちとしょんべん食べたら大変だよって。そうでしょ、水色ちゃん食事それは大変ですね。そうなのよ、うんちとしょんべんでな、病院行かないと大変だ。行ったのよ、もう何回も行ってる、あっちこっち、うん、おいそうさ、よしえさん息苦しかったり調子悪いの気圧関係してるかもね。そうですね、大磯さんね、私もそんな感じよ。ありがとう、大磯さんも気をつけてね。あたくちゃん3本しかないのに弱った。いつか寝ないとねって、みーまちゃんね、あーちぇーもんさ、歯が折れたら本当だ、なっちゃうねって。そうだよね、本当だよね。3本しかねえのに困るよね、ピコちゃん笑ってる場じゃないよって。柔らかいものを作ってあげる。そうか、カーパちゃん笑えるのかってな。あータクちゃん、おじいさん入れ歯ないのって、入れ歯あるわよ、語ってあるのよ洗面所に、イベント盛り上げたさ、笑うってポンポン、ありがとう。はずれちゃん、このばあさん認知症、初コメ、認知症じゃないよ、失礼しちゃうね、私なんて何だって言えるで、英語だって言えんだからね、サンディ、マンディ、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデー、わかる、わかる、1月2月言えて言えるわ、あなた認知症で言えますね、悪いけどね。ジャンヌリー、ヘボリー、マーチ、ジュン、ジュライア、オーガスト、セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーだよ、私認知症じゃないわよあんたね、大体においてね、あなたね、76でね、こんだけ英語言える人いますね、何、あ大事な3本だからねって。そうだよね、ジュリーちゃん、なんか変な人いますね、変な人消すかって、大磯さん、ハズレさんボケて、そうですねって、ハズレがあれアンチだよな、あらら、あすごいってね、英語じゃないよってね、英語だよこの野郎、ピッコよ、ピッコピッコピッコロ、この野郎、ゆずるちゃん、何イベント盛り上げたいじゃん、ポンポン参考ありがとう、イベント盛り上げた、ポンポン参考ありがとう、イベント盛り上げたいじゃん、ポンポン参考ありがとう、はずれちゃん、セプテンバーは何月ですかって、こんなこといちいち言わってや、おめえアンチだべこの野郎、ニコタン、シンゴリ、英語ができるね、ありがとうございます、ありがとうございます、英語読んだったんだよね、ピコちゃん、エアーユー、あらーユーって、ゼットツーさん、あやらさん、入院の用意できてんのか、まだできてねえよ、みまちゃん、記憶力もすごいわ、ありがとうございます、ありがとうございますね、あ私、記憶力あるわよ、認知症って言ったんだ、あれ、頭にくるわよ。トサカイ来るわよあんた、トサカイコッ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 コよ、ね、こちらイベント盛り上げたいです、ポンポンさんこありがとう、ジェイモンさんひどいね、外れた、外れが言ってました、やはりアンチね、そうなん、外れ、外れか、どうもな、くじも当たんねえやな、外れなんべな、この野郎、はずれこの野郎、はずれはずれこの野郎、この野郎、これアンチだよ、アンチ消せねえもん、アンチだよ、
ブロックってね、外れ、この野郎、外れ、美穂ちゃん、こけっこっこ、カッパちゃん、行けばって、ヒロポンさん、こんばんはって、ありがとう、花子ちゃん、いつもありがとう、大変なのに、お疲れ様って、ありがとうございます、こちら、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとう、ジェットツーさん、入院のように、いつするんだったって、いつするったって何、何を集めるんだよ、ジボちゃん、ネットだから、あってひどいコメントする人、最低やって、そうだね、おいそさん、アンチ、毎日うざってんだよな、よしえさんって、そうだよね、おいそさんね、ほんとね、ひろぽんちゃん、ナイスしたよ、おんぶちゃん、こんばんは、ナイスですよ、ありがとうございます。ありがとうございますね、皆さん。こちら、ふわっち作業員さん。よせさん、今日は料理コラボございますか。そうですね、しんごさんに聞かないとわかんないんですけどね。すいません。ありがとう。ポンポンさん、こう、ありがとう。カッパ丸ちゃん。あれごめん。カッパ丸ちゃんじゃなかった。カッパちゃん。芸術館とか、めんどくさい。手間が消えるから。あやら先に行けばってね、こちら、うん、パイン、アメさん、シンゴ、誹謗中傷してる、囲いはアンチじゃないのってね、うん、知らねえよ、そんなことは、うん、わかんねえよ、私には、な、わかんねえ、どうした、私、これ、一つくん、困ったな、皿がないと、皿がねえんだよ、皿がねえんだよ、カッパの皿、私のカッペの皿、クリーン、クリーン、ね、ありがとう。持ってかれちゃったよ、お前、うん、うん、うん、まあ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 よ。うまい、うまいよ、ね、ありがとうね、うまい、よしさん、おいしそうだね、うまいよ、ね、おじさん食えるかさ、これ歯が3本で、ね、ゆるるさん、焼きまんじゅうですか、そうです、ジェモンさん、アイラさん、大丈夫かなってね、うん、うん、イベント盛り上げたりさん、アイラさん、配信に顔出したことありますか、ありますよ、うん、あります、10倍ポンポン、ありがとうございます、チューボさん、焼きまんじゅーって、甘いのかなって、甘いよ、うん、甘味噌、甘味噌よ、ね、うん、うまいよ、うん、うまいよ、うん、うまい、うん、うまいよ、うん、食えるかな、歯が3本だよ、ね、ちょっと心配だな、3本の歯がもげたらどうすんの、ね、お姉さん、お姉さんさん、おじいさん、最近まで仕事してた、なんで金ないの、金遣い荒いから、うん、金もらえばすぐパチンコだよ、ね、前からなんか変なコメントをしてる人ちらほらいるんですよね、そうですね、うん、ほんとね、うん、うん、そうよね、大磯さんね、うん、うん、お願いします、やばいね、うん、でも年金もらってたらいいんじゃない、年金かけてたか、よかったね、うん、私よりちょっと少ないけどね、年金ね、うん、大変のが多いけどね、うん、ちょっとね、ちょっとだけよ、ね、奥ちゃん、こんばんは、ナイスしました、いつもありがとう、奥ちゃん、ありがとう、こちら、ポンポンさん、こう、ありがとう、やっぱりナイスを減らすのが目的なのかな、そうだよね、アンチってそうだもんね、うん、
イベント盛り上げさ、もう10倍ポンポン、ありがとう、ありがとう、パン屋めさん、変でなくて、正論ですよって、何よ、ね、みーちゃん、こんばんは、ナイスしましたって、ありがとう、いつもありがとう、みーちゃん、北海道だよね、みーちゃんね、うん、みーちゃんもう一人いるんよ、うん、ね、こちら、ポンポンさん、こう、ありがとう。カパちゃん、あんな酒飲んで、幼い信号を殴って、カルマがすごいよ、相原はって、そうなの、うんね、お姉さんさん、えっ、うん、え、あけまんじゅう、うまい、もう一つ食う、もう一つ食うかい、うん、ありがとうね、ありがとう、いちかえびぞ、どうぞって、ありがとう。こちら、ポンポンさん、こう、ありがとう。大磯さん、正反対のことを言ってる人、やっぱりおかしいね。そうね、うん、おかしいね、うん。ありがとうね。海老蔵さん、どうぞって、ありがとうね。うん、うまいな。あと、まんじゅう、あと2つかね、2つ。うん、あと2つだね。終わったな。あらららら。焼きまんじゅう。あと2つ。あと2つだ。ありがとうございます。重たくて持てねえ。重て。重てよ。重て。重てよ。でかい。硬くない。食べちゃおうって、ありがとう。お待て、お待てよ。ブーさん、うまそうだ。ブーキーちゃん、ヨセさん、こんばんは。ポンポンさん、こう、ありがとうございます。おまくって、モテね。モテねよ、うん。ありがとう。ありがとうね。うまそうだ。ありがとうね。ありがとう。うまいだっぺよ。ね。困ったな、食えねえや、こんなに、うん、お私にはだけど私はピアノがないってな、ピアノずらねえや、おごとね、どうしようもねえべよ、あーね、どこが正論だ、具体的に言ってみろ、群馬の焼きまんじゅうってそうよ、どこかの西洋清掃員様、そうよ、群馬の焼きまんじゅうだわよね、おまんじゅうよ、おまんじゅうよ、どっこいせ、困ったわ私、うん、うん、ああ、ありがとうございます、ありがとうね、いろいろおっしゃったわ、皆さんにありがとうね、どうしようもないわ、いや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 、重たい重たい、うんうん、やっぱりこの方アンチかしらってね、ファイアメでしょ、うん、私もそう思う、カッパーちゃん、ハイハラ死にそうでテンション上がってられるのか笑う、そんなことねえよ、めったに美味しそうだってね、プーさん、うん、ああもうね、食いつくしかねえよ、ああ弱った、立つに立てねえんだよね、食いつくはね、そうやってちゃ食いつけねえんだよ、よっこいせーって、ありがとうね困ったよ、ああ、うん、うん、鼻にくっついたか、うん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 、パンじゃないんだよ、焼きまんじゅう、上州の
ね、困ったね食いづらくて、うん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 、ありがとう、詰まらせないようにねってありがとうね、もぐもかわいい、ありがとう、くさいのさん、ありがとうね、うん、あ、うん、ついてるよって、うん、ついてるよ、こっち、うん、まんじゅうがね、ついちゃうんだよね、これね、うん、あひとみばあさんだー、そうだよ、ひーちゃんよ、ひーちゃんよ、ね、うん、イベント盛り上げたしさ、よしよし、ナイス、ありがとうございます、ナイスとポンポン、ありがとうございます、こちらイベント盛り上げたいさん、ありがとうございます、ナイスとポンポン、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね、おこちょさん、グーバイ、ポンポン、ありがとう、おめえさっさん、ごめんね、ゴンタさん、グーバイ、ポンポン、ありがとう、イベントさん、グーバイ、ポンポン、ありがとう、イベントさん、ポンポンさん、ポンポン、ありがとう、ありがとうね、うん、うん、うん、ありがとうね、うん、よく考えないとさ、うん、私窒息死しちゃうからね、うん、よく噛むわよね、うん、噛み噛み、うん、指も外れちゃう、割られるわね、ね、ありがとうね、うん、うん、五時半か、うん、ありがとう、ね、うん、お腹空いてきたよってね、みほちゃん、よく噛んでね、ありがとうね、うん、うん、か、かなかなちゃん、ポンポンさん、こう、ありがとう、ありがとうね、うん、イベント盛り上げた、ポンポンさん、こう、ありがとう、イベント盛り上げたいさ、ジューバーイ、ポンポン、ありがとう。ありがとう。あ、ミントのブラセンターさん、よく、カミカミだよ。ありがとうございます。ありがとうございますね。あ、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、あ、にゃんこちゃん、つめーって、ありがとうございます。ありがとうございますね。にゃんこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。うん。あ、イベント盛り上げたいさん、ジョーバーイ、ポンポン、ありがとう。みほちゃん、なんこちゃん、パチパチ、ジーバさん、なんこちゃんだ、ありがとう、パチパチって、ありがとうね、どこかの清掃員さん、最近寒いから風邪ひかないでねって、ありがとうございます、ありがとう、まちゃこちゃん、なんこの口長いね、3センチ、30センチあるかな、あるね、ゆっくりあるね、うん、マチョコちゃん、30センチあるよ。ね、うん。ゆっくりある。ね、うん。あのさ、うん。私は、うん。今一つ食べた。一つ食べた。うん。まだ三つくっついてるよ。うん。これね、あれはね、これ、すまんじゅうだよ。普通のすまんじゅう。すまんじゅうを焼いてね、あったかいうちに甘味噌つける。うん。そうね。うん、こちらイベント盛り上げたい、ポンポンさん、こうありがとう、イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう、イベントさん、ポンポンさん、こうありがとうございます、ありがとうございますね、皆さんありがとう、うん、ありがとうございますね、あ、口が長いわねなんかこの口使い道あるのないわよねなんかあるよ、うん、小枯らしもんじろうだ、小枯らしもんじろう、うん、ちょっとこれひんどくん大変なのよ、
笑い事じゃないわよ。食べるのが必死だわよ。食べる方は必死ですね。あら、なんとか抜けたわよ。抜けたわよ。ね。でも、もうくちゃくちゃだわ。ねえ、これ。あらら、また、あ、2本食べる。すごーいって。あれ、赤手屋ちゃん、こんにちは。よしえさんって、いつもありがとう。ありがとう。ポテト餅って違うわよ、これ。味噌まんじゅう。うん。ね、赤手屋ちゃん。味噌まんじゅうよ。やっと一本一つ取ったわよ。ね、これね、上州名物。群馬県よ。群馬県。上州名物よ。ね、これね、上州屋ってがあるのよ、秩父にね。そう。昨日の焼き、そばはどうしました？焼きそば終わりました。はい、ね、ありがとう、イベントさん、ポンポありがとう。焼きまんじゅう大好きだーって、ようかんさん、ほんと、ポンポンさん、こう、ありがとう。赤瀬やちゃん、お味噌たっぷり、おいしそうだーって、ありがとうございます。こちら、何、風船5個かな、ありがとう、ありがとう、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こう、ありがとう。まちょこちゃん、もう、ご飯いらないね、いらないね、こんだけ食べればね。みなごろちゃん、ぽんぽんさん、こう、ありがとう。私も焼きまんじゅう大好きで、高崎が有名ですね。そうですか、大磯さん。高崎、ほんと、高崎、高崎って何県だっけ？イベント盛り上げたいさん、ぽんぽんさん、こう、ありがとう。北斗の拳さん、いいね、しました。信号、いや、そうだよ。あ、群馬県、やっぱりね。大磯さん、高崎。感動さもあるのよね。高崎のね。やっぱり群馬県ね。有名だよ。ありがとう、大磯さん。今、笑われるとこだったよ。どうも群馬県だと思った。ありがとう。高崎。あれ、高崎ってさ、大仏さんあったっけ？あれ奈良だっけ？大仏がこうやってるのあるじゃん、こういうのが。どこだっけ、忘れちゃった。ありがとう。旅行行ったことあるよ。ありがとう。やっぱりね、高崎も大仏あるよって、そうでしょ？お姉さんね。洋館さん、伊勢崎の焼きまんじゅうも安くて美味しいですよって。そうなん。伊勢崎。観音様、アンダー、アンダーベアーって、アンダー、アルベーな、アンダーベアな、そうだな。ありがとう、大磯さん、ありがとうございます。伊勢崎も高崎かな、じゃね、群馬県かな。伊勢崎、群馬なんべな、多分な、焼きまんじゅうあるんじゃよ。そうだな、洋館さん。ありがとう、ありがとうね。大仏もアルベーよな。アルベーヤ、太田の方だってよ。そうなん、伊勢崎行って太田、ほんと太田は群馬県だよな。そうだってな、そうなん、伊勢崎町ブルースだな。そうだな、ありがとう。おねっちゃん、観音様だっけって、観音様あるんだってよ。足利は栃木県だんべやって、そうな、足利、栃木県だっぺやって、そうだな、そうだよな、渡良瀬川っつんがあるべ、あれ、あれないな、あれ、埼玉と、栃木の別れだっけ、あるへや、橋が、渡良瀬川っつんがあるべや、足利は栃木だっぺや、そうな、足利高氏、いたな、そんなのがな。そうだな。栃木か。栃木行ったってよ、俺も。なに、りーちゃん、長山陽子さんが好きでさ、先月、桐生に来たよって、そうなん。コンサートを見に行ったよ。長山陽子さん、みたいな。いいよ、
女いないんかさって、うん、みたいな女いないんかさってそう。あの人痩せてるよな。そうだな。外人と一緒になったんべな。そうだよね、りーちゃん、うん。ちょっと痩せてるよな。いい女だよな。そうだよな。津軽三味線だけ、なんか公園で歌ったよな。こういうんでさ、うん、歌ったよな。自営業、まゆちゃん、社長さん、ポンポンさん、こう、ありがとう。ありがとうね。まゆ社長、ありがとうございます。ポンポンさん、こう、ありがとう。イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こう、ありがとう。シーフィーちゃん、部活も受験もほどほどにした方がいいですよね。笑ってそうね。ほどほどよね。りーちゃん、細川たかしと一緒にコンサートを来ちゃう。そうなん。二、うん、人から、うん。そうなん、一人じゃなかったんだ。そうなん。うん、そっか、うん。細川たかし、大丈夫だった？これ。カツラ大丈夫？ここハゲてるでしょ。大丈夫かい？カツラ前子もやんなかった。あの人ね、昔はね、いい男だったよね。うん、ちょっとね、今はハゲ上がっちゃってね。慎吾さんよりはまだ、慎吾さんもああなるんかさ。ね、なんとなく。うん、ありがとう。ありがとうね。細川たかしさん、ありがとうございます。私バカよね。おバカさんよね。だよね。れいちゃん、今は奈良の大仏みたいだ、だったよ。そうでしょ。うん、死体が這い上がってさ、デブちゃんになったよな。細川たかし。そうだよね。うん、大仏、うん、ねえ、そうだよね。で、太ってるしね。うん、全然タイプが。若い頃はいい男だったのにね。ああ、もう変わっちゃうとさ、嫌だな、人間な。ジュリーも嫌だよな。あんなかっこよくってさ、沢田研二。今、ケンタッキーのカーネルおじさんみたいだよな。そうだよな。あそこまで変わると、ちょっとな。人間もね、そうだよな。うん、変わるわよね。嫌だね。皆さんがさ、私のさ、若い頃の写真見たいっつうから、見つけといてね。見つけて置いといてよ。あとで見せるよ。ありがとう。ありがとうね。見てない人いるんでしょ。あ、まるちゃん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうね。こちら、まきりんちゃん、細川たかしさん、つい最近。え？再婚したよね。え？再婚？あの人結婚してたん？子供いるん？そうなん？再婚したん？そこまで知らなかったよ。そうなん。みんな詳しいね。ねえ。何しのイベント盛り上げたい。ポンポンさん、こう、ありがとうございます。結婚してたんかい。うん、そうなん。へえ、おったまげたな。あけみちゃん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうございますね。そうなん。何しのイベント盛り上げたいさ。ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうね。うまいやな。結婚したんかい？子供いるんかい？ちぼさん、私、中条きよしさん、好きだった。ひたーつ、四億人の時、色気があった。そうね、ちぼちゃん。あら、イケメン好きね、ちぼちゃん。ね、そうなの。中条きよしさん、いい男だったもんね。嘘だよね。ねえ、ねえ、マキリンちゃん、奥さんが病死されて、昨年、一般女性と再婚。そうなん。奥さん病死しちゃったんだ。そうなん。それじゃあ、再婚してもいい、しょうがないやね。うん、そうなん、一般女性。すごいね。最近、一般女性と一緒になる。芸能人いるわね、マキリンちゃん。ありがとう、ありがとう。りーちゃん、22歳。年下の女性と一緒になるとか、少し気持ち悪いねって。そうなん、うん、そう。22年下なの？そうなん、うん、ほんと。こちら、流しのイベント盛り上げたい。
よっちゃーいいかこんばんはってありがとう。こちら、ポンポンさんこうありがとう。ゆみちゃーんポンポンさんこうありがとうございます。初コメントありがとう。ゆみちゃーんよろしかったらナイスよろしくお願いいたします。よろしくね、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとうね。いいわね細川たかしさんね、私バカよねーってね。ねえ、まあマキリンちゃん身の回りの世話をしてくれる方が良いとかって言って少し話題になったのよ。介護をしてためとかって。そうなの本当。世話をしてくれる方が良いとか言ってってね。そうなの少し話題になった。そうだよね、もう年だもんね細川さんもね。そうだよね、だんだん年取るとね弱ってくるからね。確かに。だから年下の22もね、あれだよね、違ってもいいわよね。ね、同じ年代だと両方がヨボヨボになっちゃうね。そうだね、マケリンちゃんそうだよね。安心だもんね。ゆみちゃんナイスしました、ご苦労様ですってありがとうございます。ありがとうございます。琴音ちゃんこんばんは、ナイスポチってありがとう。琴音ちゃんもいつもありがとう、ナイスありがとう。こちらいいポンポンさんこうありがとうございます。ありがとう。れいちゃん細川たかし、73歳だから73なん。もうそうなんだ、うちのじじいより2つ上か。それじゃあもうね親みたいだけど、最近の、年のさ婚よりよく聞くもんね。そうだね、そうだ、おいそうさん私も焼きまんじゅう、買ったや買ったべよって。そううまいよね、そうね、こちら、何大磯さん秩父に来なくてもあっちの高崎の方で買えるもんね。そうだよね。イベント盛り上げたいさんごめんね、ポンポンさんこうありがとう。ヨッシー大好きだってありがとう。ヨッシーさんポンポンさんこうありがとうございます。レナちゃんよ、ヨッシーさんこんにちは。今福井県ですよ。そうなん、福井県にいるん。どうか言ったんだ、京都だもんね。レナちゃんよはね、ありがとう。ポンポンさんこうありがとうございます。ありがとうねレナちゃんよ。福井県で何やってるん。おいそさん三本食ったんべよって。三本食ったよ、そうよ、ありがとう。なんだいこりゃ、これ偉いもんが出てきた、何ボーンって。ありがとうございます。こちらよし大層な大層な食べっぷりですな。モンチさんこんにちはってありがとう。モンチさんありがとうございます。ありがとう。お前がお前がお前がアラブの世界をウィンドゥズビルゲイツソフトバンクソンマサヨシハロウィン復活モンスターズありがとうございます。ハロウィン復活モンスターズありがとうございます。モンチさんありがとうございます。ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうね。おねしゃすさん3本すごい、すごいものすごーってね。ちぃぼちゃんもんちさんパチパチ、みほちゃんハロウィンだ、マーキリンちゃんよせさんおいしそうなもの食べてるね、何なのかなって。これこれ焼きまんじゅうよ。このおまんじゅうがね4つくっついてるの。今2つ作った、上州の焼きまんじゅう、わかるね。これすまんじゅうにさ、すまんじゅう焼くのよ、ここにね。おいで焼いてさ甘味噌つけてくれる。そうこれね群馬県のねあれ名物、群馬県ね、美味しいよね。やっぱり柔らかいうちがいいね、ね、硬くなると歯かいちゃうよ、うわー味噌
ああ味噌なのね、美味しそうだってね、うまいよ、うん、4つくっついてんだよね、うん、私3本食った、3本ね、うん、1つがこれだよ、これが4つくっついてる、うん、私3本食ったからさ、3、4、12、12個食ったよね、もう今日ご飯食えねえよ、12個食っちゃうね、そうでしょね、12個だよ、すげえでしょね、すげえだってよ、まあ、すげえよ、ありがとうね、うん、食えねえよ、どうにやってこんな、食えない、どうしたらいいの、どうしたら、水色さーん、少し電子レンジで温めて柔らかくなりますよ、そうだね、うん、そうだよ、まだ柔らかいけど、うん、あ、しばちゃんありがとうございます、こんばんはって、ありがとうしばちゃん、うん、今日は暖かかったね、上州の味噌まんじゅう食べてもしばちゃんこれ、うん、4つくっついてるのよ、うん、ねえすごいでしょ、うん、これね、これ4つくっついてるの、ここにねえ、うん、これね、うん、群馬県の名物ね、うん、美味しいですよしばちゃん、よしさん、ハサミできるべきだそう、ハサミ、うん、イベント盛り上げたりさん、こちらポンポンさん、こうありがとうございます、ありがとう、イベントさんポンポンさん、こうありがとうね、ありがとう、うん、何、うん、ちょっと待ってね、何、うん、あ、よしさんかわいい、ありがとう、イベント盛り上げたりさん、ポンポンさん、こうありがとう、ちえぼさん一生懸命食べてる、かわいいよって、ありがとうございます、ありがとう、うん、食いきれねえ、食いきれねえよ、どうしたらいいの、手でちぎるしかねえ、もうだめ、ね、よいしょか、よっこしょ、滑るんだよ、うまい、中何も減ってねえけど周りがね、甘味噌だからとても美味しいよね、あ、うまいね、最高にうまいで、腹の虫がなくぐーってね、困ったもんだ、腹の虫、うん、泣くんだよね、ありがとうね、ありがとうございますね、まるちゃん、リンゴ買ってきた、うん、うん、そうだよ、ね、うま、ね、うん、あとは忘れたよ、ね、うん、私はさ、スーパーでね、あれ買ってきてって言ったじゃん、ね、うん、なんだっけ、なるほど、焼き鳥、ね、うん、全然買ってきてね、うん、ね、うん、もちもちだから気をつけてね、ありがとう、よしさん、ビーチさん、ポンポンさん、こうありがとう、あ、巻きまんじゅう作ったのって、うん、巻きまんじゅうじゃないよ、これこれね、これはね、ブーさん上州のね、焼きまんじゅうよね、水色ちゃん、焼きまんじゅうのあんこ入りもありますよ、そうなん、あんこ入りもあるの、ほんと炊けんだめ、これよりあんこ入る分炊けんだめな、そうだね、うん、あんこが減ってるの、これにほら、うん、めっちゃ盛り上げたい、ポンポンさん、くる10枚ポンポン、ありがとう、うん、レイサちゃん、レイサちゃん、
ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとう。ブーさん、シンゴさん、帰ってきた。うん、かなって、そうよ。ブーさん、ポンポン、さん、こう、ありがとう。ありがとう。イベント盛り上げたいさ。ポンポンさん、こう、ありがとう。みじろちゃん、あんこひ、高いですね。そうでしょ。うん、高いよな。うん、同じじゃないよな。うん、でもさ、あんこなくていいな、うん、味噌が甘いもん、ね、あんこ減ってたらデブになるよ、ね、うん、これ以上デブになったら困るよ、ね、ありがとうね、あんこだけやな、ね、もう食えねえな、うん、いくらなんでももう食えねえな、うん、ちょっと無理だっぺな、うん、すぐに太ってます、すでに太ってますよ、気をつけてくださいって。そうでしょ、自分では痩せてると思ってるんだけどさ、うん、周りから見れば太ってるよね。前もっと太ってたんだよね、前はさ 67.5 あった、うん、今はさ55キロぐらい、うん、ね、うん、前もっとデブ、うん、でも背が低いからね、もっと痩せないとねダメだよね、うん、ありがとう、ありがとうね、こちら本当によく食べるね、ありがとう、10倍ポンポン、ありがとうございます、ありがとうね、クーダンベン、もうご飯はいらねえやな、こんだけ食べればね。そうだね。アミークマちゃん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうね。まだ来んだね。気圧なのか、頭がふわふわしてるよって、本当だよね。私もだよ、大石さん。頭ふわふわ。こちら、イベント盛り上げたいさん、よしえさん。どうぞーって、ありがとうございます。ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ね。よいしょ。あーっと、食えない。これ取れねえんだよな。手でね、割れねえのよ。いやー、おじいさんこれ食えるんかさ、歯がなくって。食えるかい、これ。じいさん、ね。じいじいよ。うん。うん。